皆さんこんにちは、アクトレスプレスの青木奈々です。皆さんは2月14日誰かにチョコレートプレゼントしましたか？または自分へプレゼントしましたか？来る3月14日ホワイトデーもチョコレートのシーズンがやってきます。そんな3月14日に発売されるチョコレートアイス、こちらを皆さんに紹介して、ぜひ自分へのご褒美または誰かのプレゼントに検討してみてはいかがでしょうか。今回私が皆さんに紹介するチョコレートアイスはこちら、マウンテンチョコファッジになります。こちらハーゲンダッツさんからの3月14日から発売される新しいアイスクリームとなっております。マウンテンチョコファッジの断面はこちらになります。まず外側はグラハムクッキー、グラハムクッキーというのは全粒粉を使ったザクザクした食感のクッキーになります。そしてそのグラハムクッキーがチョコレートソースがけになっていまして、でその中にアイスクリーム、チョコレートのアイスクリームが入ってるんですよ。でこのチョコレートアイスクリームの中にはなんとなんとチョコレートクッキー、そしてキャラメルソースが入っているんですね。なんともうチョコレート尽くしになった商品となっております。私今からこちらマウンテンチョコファッジを食べていきたいと思います。で開けるとこんな感じでバーのアイスとなっております。おっと、袋を開けるとこんな感じ、先ほど言った全粒粉のザクザククッキーがところどころ見えますね。ではいただきたいと思います。いただきます。うん、しっかりザクザクとした食感、そしてチョコレートクッキーのサクサクで、キャラメルソースのとろっとした感じ、もう全部楽しめます。ただ単にチョコレートアイスだけではなくて、ワンポイントにキャラメルソースが入っているので、甘さと甘さだけれどもそんなに甘すぎず食べれます。なので今日はちょっと甘いもの気分かななんて思う方多いと思います。この時期は特にやっぱり甘いものを食べたいなってなるシーズンですよね。ホワイトデーですから。なのでぜひこちら食べてみてはいかがでしょうか。じゃあ最後の一口いただきます。うん、完食しました。いや、このアイス本当に満足感があるアイスになっています。いや、新作のマウンテンチョコファッジ1本だけで満足感があるアイスクリームとなっておりますので、ぜひ食べてみてくださいね。次回以降も新作のハーゲンダッツのアイスクリーム紹介しますのでお楽しみに。以上、青木奈々でした。